はい、皆さんこんにちは。ミスターコバ、経営をサッカーで考える、ででん、イギータ編、わかりますか？僕と同い年ぐらいの人たちはみんな多分ね、もううわーイギータみたいな感じですね。で、これ前回カンポス、ゴールキーパー世界的有名だったカンポスをご紹介してますけど、今回は世界的有名だったイギータみたいな、カンポス、イギータ、チラベルト、この人たちはね、枠にとらわれないサッカーをします。何かっていうと、枠にとらわれないキーパーなんですよ、この人たち。イギータもチラベルトもカンポスも、この人たちはフリーキックを普通に蹴りに行きますとか、フリーキックを蹴ってシュートを決めてしまったりとか、攻撃参加しに行ったりとか、もうキーパーという概念、キーパーって聞くともうゴールマウスの前で立ってるとか、そんな感じのイメージなんですけど、この人たちはその概念を全部ぶち壊してた人です。これが20年、25年前とか30年前いたっていうことに驚き、これは最強ですよね。まあそれ以降の僕サッカーこの20年ぐらいあんま知らないんで言うと怒られるんですけど、でももう強烈すぎた。イギータさんはありがたいことに、僕はメキシコの時代試合をさせてもらったことがありました。ほんまね、信じられないですよ。黒ひょうって言われてたんか、僕が勝手に言ったんかもう覚えてないですけど、逆のポストにいながら逆ポストを狙った僕のシュート、これ絶対入るなと俺の中で思ったのが、逆にいたイギータがスパンと、なんでみたいな、なんで止めれるのみたいな、ね、意味が分かってた。もうね、身体能力が意味が分からなくて、そんなイギータさんでした。で、まあ、今回のね、この何を、じゃあコバ、経営をサッカーで考える、何をイギータを使って言いたいのと、さっき言いました、枠にとらわれるなってことです。枠にとらわれないってみたいな、もうまさに僕がそうだったんですけれど、出なくべき論、べき論社長めちゃくちゃ多いんですよ。僕はこの10年間べき論社長やったんですよ。なんで、自分がちょっと弱かったりとか、即断即決することが会社にとってメリットだって思ってて、で弱い自分を隠したいっていうすごい深層心理のところも正直あったと思います。すると社長とはこうであるべきだとか、いろんなルールをガンガン作っていくと判断がめちゃくちゃ早くなっていくんですよね。それをやってて、であとはもうこういうやつは失礼だとか、勝手に自分の概念とか枠を作ってて、会社とはこうなんだっていう枠を作ってる。そういうことではなくて、もうこれからもうね、オフィスだっていらない時代になってきてるわけですしね、もうなんだろう、オフィスいらないでしょ。10年前は一応ね、なかった、困ったんですよ。人のそこにみんなが寄ってきて仕事をするっていうのが当たり前だったんで、めちゃくちゃ早くやってた人たちはそれでも自宅でやってたとかね、ありましたね。でももう今やもうそれ当たり前、うちの会社ですらもうオフィスいらないんじゃないかって言ってます。もうそんな枠なんてもうどうでもよくって、でね、そこをもういかに早いうちに取っ払っていけるか、枠にこだわらないかっていうのが経営にとってすごく大事になると思います。サッカーだって一緒です。もうイギータさんが攻めることで、今まではフィールドプレイヤーは11人のうちの一人一人がね、ゴールキーパー、じゃあ10人でどうやって攻めるか、どう守るかっていうありましたけど、この攻撃に行った時にイギータが後ろから追随してたら11対10なんですよね。1人分もう1人増えるんですよね、オフェンスがね。これってもう何やってんだこいつと思ったけど、今やその概念もあっていいんじゃないかって、もうまさにどんどんそういうパターンに持ってくべきじゃないかと思います。枠にとらわれない、これが経営の一つの成功のミソかも分かんないですね。でサッカーでいうイギータ、もうライオンヘアと、分からない人イギータさん調べてください。最強です、その人は最強なんです。いかに最強だったか、もっと聞きたい人は私にコンタクトください。じゃあチャンネル登録お待ちしてます。バイバーイ。